正直、監督になる予感はありましたかトライアウトで日本帰ってくると、はい、はい、そしてちょうどその頃僕、YouTube、彼と一緒に動画撮らせてもらったんですけど、もうパッと目覚めて1秒で野球選手になるって決めたってあの発言あるじゃないですか、はい、もうあの時点で野球が好きで野球を愛してるんですよ。うん でその情熱が YouTube でもう1時間半ぐらいぶわっと立て続けに最近の自分たちの近況と野球に対する思いを喋ったんですけど熱いと思って、はい、であの中で本人がどっかのチーム勇気ないかな俺を監督で取らないかな雇わないかなって言った時にあ本気やなとこれ近々あるわと、はい、で固定概念固定観念を捨てれる勇気のあるチームは僕の中ではファイターズしかないと思ってたんですよ うん、なので、彼とそう談議しているときに、届け、届け、届けと思っていました、はい、それはファイターズしかないっていうのは、まあ、二刀流の大谷さんとか、そういうことができる球団だったっていうところですかとか、外国人監督、外国人指導者、うんえー、そして新たな取り組みを、えー、どん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 率先して行動に移すチームですから、はい、で新球場へのインパクト。 で思い返せば、えー、北海道移転、で優勝日本一、インパクト残しまくった新庄剛志、しばらく日本を離れていました、そこでの帰ってきてのもう一度ファイターズっていうのは、もう監督しかないと思ってたんですよ。はい、で、それが絶対的にあのブームを巻き起こし、まあ、ブームで新しいハードルを自ら作り、それをぶち破っていくんじゃないかというような映像を頭に浮かびましたけどね。 っていうのはファイターズ事情でいうと。ああ、少し元気がなくなってて、<名>はい、そうです、はい、これ、低迷の理由はと解説者として聞かれたときには、大変申し訳ないんですけども、うん、あれだけ尽力をして、新しい改革を進めようと頑張っていた栗山監督も、やっぱりチーム内でマンネリ化が起きたんですよね、はいはい。これはもう絶対的な事実であって、うん もう監督1人じゃどううしよよもなかったんですよで選手たちがマインドを変えなきゃいけないで主力になっていた選手たちがマンネリ化の渦に甘んじていたそういう現状,現状が監督でどうしようもなかったんですよね、はい、で結果、監督10年の任期満了で栗山監督が勇退で選手たちは中田翔はその甘んじてるぬるま湯に浸かりすぎてとうとう暴力事件まで起こした。はいはい ほんで甘んじていたこれはね、僕が甘んじていたら勝手に思ってるだけですけど、主力の選手たちが本人たちにぶつけると、真剣にやってましたよって声を荒げると思うんですけど、うん、周りはこういう目になるんですよ。もう一つ、自分に厳しく、えー、自分で自分と対峙しなかった選手たちが軒並み成績を下げたと。はい、でしまいにノンテンダー、聞こえはいいけども、はい、あれはもう自由契約選手ですからね、はい、放出ですから。 ズバリ、はい。もうそうやって大なたを振るわなきゃいけない現状になり、選手に大なた。で、現場は交代。で、交代したときに次のカードは、一番でかいカードを切ってきましたね。おお<ー>。はい。なるほどせ。世界見渡しても彼しかいないんじゃないかな。立て直せる。変えれる。改革を起こせる。るうん、はい。 でそれはもう新庄剛志氏のバックボーンが野球を愛しているということですよね。と、一番はですよ、よく愛される選手になりたい、愛されるチームになりたいって聞くフレーズじゃないですか。彼は一番ファンを愛してます。一番野球を愛してます。だからこの人事が成立したんですよ。これを強調したいですね。 愛されるじゃなく彼が愛してるんですよなるほどはい。新庄さん自身が愛してるんですねだから愛される相思相愛になる